はい、皆さんこんにちは。ミーの占いと心理学の世界へようこそ。はい、今回はですね、元雨上がり消し隊の宮迫ひろゆきさんが、やってらっしゃいます牛宮城ですね、焼肉の牛宮城の今後について占っていきたいと思います。はい、宮迫さんね、牛宮城のオープンおめでとうございます。なんかね、もう開店初日からものすごい繁盛してるそうで、予約もね、もういっぱいいっぱいで、まあ嬉しい悲鳴がね、上がっているというお話なんですけれども、まあ、とはいえね、とはいえよ、はい、まあ飲食業に限らずなんですけれども、まあこういうですね、起業というものはですね、まあ大体3年以内に、まあそのほとんどが潰れてしまうというですね、お話があるんですね。ですので、まあこのね、どれくらいまでのその、期間ですね、その店を持たせることができるのかという部分がですね、非常に重要になってくるわけなんですが、まあ、そこでですね、まあ、今回は、牛宮城の今後について語りながらですね、占っていきたいと思います。はい、ではカードの方をシャッフルしていきます。はい、では早速リーディングしていきたいんですけれども、どうだろう、あ、意外だな、意外といい感じでもないか、うん、ちょっとね、複雑な部分がありますので、はい、まあ、じっくり読んでいきたいと思います。はい、で、今の宮迫さんの状況ね、今の宮迫さんは要するに牛宮城ですよね、今回については。牛宮城が今どういう状況にあるのかって話なんだけれども、それがですね、これが意外なんですよね、ジャッジメント、審判の逆位置になります。で、あのね、今ね、すごく調子がいいと思うんですよ、宮迫さんの店、外から見るにはね。でも、このカードが言ってるのは、実はそんなことなくって、見えない部分ではかなりね、行き詰まってるというか、しんどくなっちゃってる部分があるっていう風に言ってるんですね。で、ま、仕事、予約とかそういう部分はね、まだ全然ね、いっぱい予約があると思うんだけど、どの部分だろう？人間関係かな？人間関係か、もしくは、お金かな？お金かもわからないんだけれども、結構、赤字が続いてるとか、あとはなんていうのかな？こう、ちょっとギクシャクしてる。ちょっとわだかまりが、表面上では仲良くしてるように見えてもちょっと残ってるとか、なんかそういうのがね、スタッフ感とかにもありそうな感じなんですよね。で、さっきも言ったお金の部分が、まあ、ちょっと心配っていうのが出てるので、あのね、見た目の華やかさほどではないのかなって思いますね。カードを見るに。カードからの暗示を見るに、やっぱりその、白鳥ではないけれども、外見はすごく優雅に見えるんだけど、下ではすごいバタバタやってる。水をかいてるみたいな感じで、内幕はやっぱなかなかしんどそうな感じがいたします。で、まあ、過去の流れを見ていきたいんだけれども、それがですね、ペンタクルのナイトの、正位置になります。で、まあ、これの意味がですね、着実に頑張るって意味があるんですね。あ、だから、ああ、やっぱりそうかな。うん。あのね、まあ、私自身もですね、そんなにこう、牛宮城をね、毎回、動画を追ってるわけでもないし、そこまでですね、詳しく全然ないから、多分見てる方の方がですね、お詳しいとは思うので、ちょっと間違ってる部分があったら申し訳ないんですけれども、あのね、ペンタクルのナイト、これね、地道に頑張るって意味があるんですよ。ですので、多分ね、本当に見た目では、ちょっと華やかに、で、まあ、見ようによっては、なんていうのかな、ちょっと YouTube の知名度を使ってこうね、人気というか、人の注目を荒稼ぎしてるというか、まあ、そういう風にも見える。ちょっとね、地に足ついてないんじゃないっていう風に思われがちなんだけれども、でも、やっぱり中身はすごく真面目な方なんでしょうね、スタッフさんたち。だから、すごくね、努力してらっしゃるし、まあ、いろんな批判とかね、あったと思うんだけれども、その都度ね、じゃあどうしたらいいのかっていうのを考えてた。結構時間かけてここまで来たのかなっていう印象ですね。だからかな、まあ、その時の、まあ、やっぱりね、ここでこう金貨持ってるってやっぱお金使ってるって意味でもあると思うんですよ。なので、それでやっぱちょっとね、
お金とか想像以上に使っちゃう部分もあったのかな。それでちょっと今しんどいのかな、表面下では、水面下か、水面下ではちょっとしんどいのかなっていうふうに思いました。うんうん、でもまあまあよくありがちな起業家さんにありがちな感じなのかなというふうに思いますね。この流れで見ると、うん、誰もが通る道、最初は苦しいし準備するときは苦しいけれども、まあこれからどうなっていくのかって話ですよね。で、まあここの部分、今の部分から、これがですね、2、3ヶ月後くらいまでを表す近未来のカードになるんだけれども、多くの起業家さんの場合ですね、ここに至るまでに、まあどれほど軌道を乗せれるかっていう部分がですね、勝負になってくるところか、ところなんですが、悪くないと思います。2、3ヶ月後くらいまでには、これね、ソードの4の逆位置になるんだけれども、だんだんね、不安が消えていくっていうイメージなんですよね。うん、思ってたほど悪くないというか、なので、まあ、少なくとも数ヶ月後くらいまでは、順調に行くんではなかろうか。だし、まあ、それによってやっぱりね、お金がやっぱり入ってくると思いますんで、店が回り出すと。なので、まあ、それによってちょっとね、ほっとする部分もあるだろうし、なんかね、そういう流れなのかなというふうに思います。まあ、劇的によくはならないけれども、今がね、結構しんどいので。でも、まあ、ゆっくりゆっくり地道に、いい方向に、軌道に乗っていくのかな、不安が消えていくのかなというふうに思いますね。はい。で、まあ、その先の未来ですね。まあ、大体このスプレッドの場合ですね。まあ、1年長くて、まあ、大体そうだね。半年、長くて1年くらいなんですけれども、見れる範囲っていうのが。で、まあ、これね。で、これがですね、ソードの8なんですけれども、これもね、いいですよ。だんだん自分の考えで動き出せるとか、そういう意味があるんですよ。だから、今は結構がむしゃらにやってるし、いろんな人のね、意見とか取り入れてやってるけれども、多分ね、お店が軌道を乗っていくのかな。それによって、牛宮城としての動きっていうのか、そういう独自の動きがね、できてくるような感じがするんですよね。今はそのね、回転で必死だけれども。だから、なんか、こなれてくるというか、そういう感じかな。お店自体が。なので、悪くないと思いますね。はい。本当に、じんわり、いい方向に向かっていくのかな、というふうに思います。で、今の牛宮城のね、見えない部分の問題点なんですが、これがですね、ペンタクルの位置の逆位置になりまして、まあもう、意味はそのままですね、やる気が空回りするって意味です。まあもう本当にありがちですよ。こういうね、起業し始めの方には。なので、まあまあ、ちょっとね、クールダウンして、そんなにやる気ばっかりやって、気持ちばっかり焦っても、結局ね、お店とかっていうのは時間がね、時間をかけないとうまくいかない、軌道に乗らない部分もあるので、あんまりそんなね、前のめりにならなくて大丈夫かなってことですね。あんまり気が焦るとしんどくなっちゃうので、その部分がね、ちょっとね、意識して注意してもらえたらいいのかなというふうに思います。で、これから宮迫さん、まあ、引いた牛宮城ですね。牛宮城さんが、ぶち当たるかもしれない壁ですね。それが、まあ、こちらになります。ソードのナイトの逆位置になるんだけれども、もしかしたら、まあ、誰かわからないんだけれども、スタッフさんの中で結構、攻撃的というか、そういう人が出てきちゃうのかな。まあ、宮迫さんか、YouTube かわかんないけれども、まあ、とにかく、ちょっとこう、やっちゃいけない、攻撃的になっちゃって人を、ね、と戦っちゃったりとかする人が出てきやすくて、で、それによって非難をバーって受けてしまう。そういう流れがね、来がちです。で、まあ、それに引っかかってしまった場合ね、うまく軌道乗せることがね、難しくなってしまうので、ここに来るカードの場合は。なので、ここにね、注意してください。とにかく、切れない。なんかもうね、大変なこともあるだろうし、ムカつくことも言われるかもしれないけれども、とにかく切れない。で、厳しいとは思いますが、もうとにかくね、お店が軌道に乗るまでは、腰を低めにして頑張ってもらった方が、リスクヘッジというかね、余計なこういう、いざこざがね、起きにくくなると思います。ちょっとこれがきっかけでね、倒れちゃうような可能性があると思うんですよね。炎上しちゃうとか。だから、ちょっとね、この部分をね、しっかりね、意識してもらった方がいいと思います。これがネックですね。はい。で、次はですね、宮迫さん、まあ、ヒーではですね、牛宮城のスタッフの方々の、今の気持ちなんですが、すごいね、イケイケですよ。イケイケだし、すごくね、
自分は非常に論理的、感情論ではなくて論理的に事業を展開しているみたいな気持ちとか自負がすごい溢れてます。まあ本当ね、起業家さんにありがちな気持ちなんだけれども、これ自体はね全然悪くはありません。とてもね、こういう強気な気持ちはね、あの経営に非常に重要なんですが、でもさっきも言ったここね、これが行き過ぎて攻撃的になっちゃって敵を作らないようにしてくださいね。ここがちょっとね、怖いところではありますので、はい。で、周りの人だから、ご家族とか、まあそういう部分の方々の気持ちなんだけれども、これがですね、なるほどね。カップのクイーンの正位置なんだけれども、これね、愛情を持って見るとか、見守るとかそういう意味があるんですよ。なので、あのね、世間で言われてるほど、世間、私もあんまり詳しく知らないんだけれども、結構なんていうのかな、地道にやってらっしゃると思いますよ。だし、周りの人もあったかく見守ってるっていう部分結構あるから、愛情を持って接してる部分あるから、なんかね、こういうカード見るとね、はい、ぜひ頑張ってほしいと思います。まあ、いろんなことね、言われるかもしれないけれども、悪い方向にはね、今のところ行ってませんので、ここにさえ気をつければ、頑張ってほしいと思いますね。結構応援してくれる人もね、周りにいらっしゃるみたいなので。はい、で、こちらのカード、これがですね、牛宮城の方々が今後、心配しているものを象徴するカードなんだけれども、まあもうそのまんまですね、失敗したくないっていうネガティブな気持ちが前面出ております。だから、まあ一見華やかに見えるけど、やっぱ結構ネガティブかな。宮迫さんもネガティブなのかな、本当は。結構ね、考え込みがちな部分があって、今すごい軌道乗ってるけど、やっぱりそこでは、やっぱ失敗したらどうしようみたいな気持ちがすごいあると思うんですね。なので、まあまあその部分はね、まあ、持つのはしょうがないと思いますんで、まあ、うまく付き合っていってもらったらいいのかなというふうに思いますね。で、最終カードです。こちらがですね、まあ、この牛宮城がですね、結果的にどうなるのかっていうお話なんだけれども、ワンドの9、ちょっと追い詰められちゃうかな。なんでだろう。今はしんどいけども、だんだん軌道に乗っていくんだけど、なんだかんだね、ちょっとじりじりとね、こう、なんか難しい状況に追い込まれちゃうな、そういう暗示がありますね。なんでかな。なので、まあまあね、やっぱり起業して、飲食店ね、軌道に乗せるのは本当に大変だと思うんで、まあそういう局面ももしかしたらあると思います。もしかしたら例の病気関係とかでちょっとね、影響できないとか、まあここら辺のね、炎上しちゃったりとかで、ちょっと厳しい部分が出てくるのかもしれないけれども、でも、まあね、タロットからのメッセージとして読み解けばですね、たとえ追い詰められても頑張れ、踏ん張れっていう意味もあったりなんかするんですね。ですので、踏ん張ってもらったらいいのかなと思いますね。持ちこたえてもらって。で、そうすることによって、またね、未来がね、開けてくる部分、往々にしてあると思いますので、はい。ぜひですね、牛宮城、素晴らしい飲食店になるように頑張ってください。はい。では、今回のお話以上でございます。ぜひ参考にしてみてください。もしよろしければ、チャンネル登録、高評価の方もよろしくお願いします。あとですね、見たいよという占いがありましたら、コメント欄に書き込んでください。では、またお会いしましょう。バイバーイ。